の株価下落基調理由はズバリこんばんはふくでふえるです今回のテーマはエネオス株価予想ですぜひ最後まで見てください目次です 1. 企業分析 2. 決算分析 3. 株価予想この順で動画を進めていきますまずは エネオスの企業分析からエネオスは日本の石油元売り大手2017年4月に東年ジェネラルと経営統合し国内シェア5割を誇る石油元売り首位の企業です元売りとは石油業界では石油天然ガスの開発生産から大型タンカーによる輸送日本国内における生成販売に至る 一連のサプライチェーンを川の流れに例えて上流を開発・生産、中流を輸送、下流を生成・販売ということがありますエネオスは川下にあたる石油の生成や販売を担っています原油と聞いて最初に思いつくのがインペックスという企業かもしれません石油に関わる企業をものすごくざっくりと言うと インペックスが開発・生産という川上であるのに対して、エネオスやイデミツは生成・販売という川下です。なので、インペックスなどの川上の企業が掘ってきた原油を仕入れて、生成・販売しているのがエネオスです。エネオスの事業内容は大きく3つに分類されています。1つ目がエネルギー事業。法人・個人向けに、 石油の生成、ガソリン販売、天然ガス、電力の販売、水素、石油化学の事業を行っています。また、炭鉱、開発、生産、加工、貯蔵、売買、輸送といったインペックスの事業に近い石油天然ガス開発事業や、非鉄金属、鉱石の探査、採掘、精錬から金属加工といった 金属事業も行っています売上構成費を見るとエネルギーが8割を超えるため法人個人向けに石油の生成ガソリン販売などが主な事業の柱となりますサービスステーション ENEOS による燃料油販売量は国内トップ給油所の数は1万3,000か所を超え国内では約50%のシェアです つまり、エネオスという企業を見る上では、原油を安く仕入れて個人や企業に高く売れれば利益が出やすいということになります。ただ、この安く仕入れて高く売るがなかなか難しいんです。仕入れという点に焦点を当てると、以下のような原油のリスクがあります。例えば、為替相場。原油は 99%以上を輸入に頼っているため、外国の為替相場の影響を大きく受けます。また、産油地域、特に中東の政治情勢も大きく影響します。中東といえば、サウジアラビアやイラン、イラク、シリアなど、政治が安定しない国々が多くあります。それから、 つい最近も原産の調整継続のニュースが出たばかりの石油輸出国機構 OPEC による生産調整。また、アメリカカナダのシェールオイルの生産動向や原油の需要などなど。これらはどれもエネオスではコントロールができない要因ばかりでリスクが大きいと言えます。つまり原油そのものが もはや動機の対象となっています動機とは不確実だけれども当たれば利益の大きいことを狙ってする行為またはしかの短期間の変動の差益だけを狙って行う売買取引という意味で使われることが多く原油自体の価値は変わっていないのに需要と供給で大きく価格が動きエネオスにとってはこれをどうすることもできません。 また、石油製品への国内需要という別のリスクもあります。石油そのものを売るという以外に、石油をもう一段階加工して製品として売るということもエネオスはやっているのですが、エネオスの石油は国内、中国、アジアを中心に需要があり、特に国内での売り上げが全体の4分の3を占めています。こちらのグラフは、 石油のの用途を表したものこれを見ると圧倒的に輸送用に使われていることがわかりますつまり自動車のガソリンや船の重油飛行機のジェット油など人の移動物の移動のための輸送用として使われていることが圧倒的輸送用の需要が増えれば石油の需要も増え輸送用の需要が減れば石油の需要も減るということですね なので、先進国の需要は正直横ばいです。このグラフでは OECD と非 OECD という書き方をされていますが、OECD というのは先進国と捉えて考えます。ヨーロッパやアメリカ、日本など。ブルーの OECD シェアがほぼ横ばいで推移していることがわかると思いますが、伸びているのは非 OECD である中国、インド、 ブラジル、その他の国々ですなので ENEOS にとっての最大のリスクは商品変動リスク商品というのは石油または石油製品のことです ENEOS も有価証券報告書で当社グループは石油製品石油化学製品金属製品等の販売およびそれらの原料となる原油 銅鉱石等の鉱物の購入を行っていますがこれらの販売価格及び購入価格は商品の市場価格の変動によって影響を受けることから商品価格変動リスクにさらされていますと謳っていますということで価格変動の大きい石油の仕入れ次第でエネオスの利益は大きく変わってしまうということでは 石油のの価格は何でで決まるのでしょうか。簡単に言うと需要と供給です。これはなぜなのか石油は実は付加価値が非常に小さいからこちらの資料を見ると7割以上が原価であることがわかりますなのでエネオスは利益率が非常に低く常に利益率は1桁 となっています。時に10兆円も売っても赤字ということさえあるんです。記憶に新しいところではコロナになったすぐ後原油価格がマイナスということもありましたよね。エネオスの最も厳しいところは商品そのものが石油または石油製品と付加価値が小さいために自分たちの経営努力では利益率をなかなか高めにくい ということにあります。よって供給量で考えた場合、石油並びに石油製品は完全競争市場に近いと言えます。エネオスに価格決定権がほとんどなく、主要の需要と供給、そして投機的な要素によって、業績が大きく変動してしまうんです。ではここで、石油の需要について考えてみます。石油の需要は、実は減少傾向にあります。 短期的にはこれから起こるであろうと言われている経済の鈍化。長期的には石油、石炭、天然ガス、水力、または太陽光やバイオマスなど代替エネルギーへの切り替え。では、石油の供給はというと、実はこちらは増加傾向にあります。このグラフはシェールオイルの増加を表したグラフなのですが、 2013年以降、シェール革命によって、今まで困難であったシェール層からの石油や天然ガスの抽出が可能になったことにより、世界のエネルギー事情は大きく変わりました。全世界的に原油の生産量は増加し続けています。つまり、石油の需要と供給は、需要量は減少傾向であるのに対し、供給量は増加傾向であることから、 石油価格は長期的には下落する可能性が高いということ。それはつまり、エネオスの利益率はさらに低下するかもということにもつながります。では逆に、エネオスにとっての機会とはどんなものがあるのでしょうかエネオスの機会を考えた際に、二つの大きなことが考えられます。一つが、アジアでの石油需要の増加です。 こちらのグラフを見ると、非 OECD のシェアが増えていることがわかります。中国などアジアの消費量は増加傾向にあります。現にエネオスの古社要因で見たとしても、現にエネオスを古社で見たときも、中国やアジアですでに1兆円を超える売り上げがあり、エネオスの2040年までの長期ビジョンはアジア企業、 ありたい姿として、アジアを代表するエネルギー素材企業と掲げています。エネオスが少しずつ視点をアジアに向けていることがわかります。次に二つ目、新エネルギー、水素です。水素は一見、二酸化炭素の排出量がゼロなので、最も綺麗なエネルギー源に見えますが、実は自然界には水素のままではほとんど存在していません。 どういうことかというと、酸素と化合して水の状態で、水の状態で存在しているんです。なので、水素をエネルギー源として安定供給しようとすればするほど、水を電気分解して水素を作り続ける必要があります。つまり、水素をエネルギー源として利用すればするほど、電気が必要になるんです。結局、 水素利用の流れが進めば進むほど、石油や石炭、電然ガス、または自然エネルギーなどの消費量が増えることになります。エネオスからすれば、石油から電気を使って水素を作る。ということで、石油以外に水素も新しい商品に加えやすい立場にいるということになります。エネオスは現在、 日本全国に水素ステーションを47カ所保有しています。ということで、ENEOS にはアジアでの石油需要の増加、水素エネルギーの普及という2つの大きな機械が存在しているということになります。ただそれでも、重心商品が石油と石油製品であるために、付加価値が小さいこと、利益率が低いこと、 価格変動リスクが大きいことという構造的な要因をなくせるわけではないということは理解しておく必要があります。続いて、エネオスの決算分析に移ります。現時点でのエネオス、配当利回りは、配当利回りとは現在の株価に対して年間でどれだけの配当を受け取れるか、日本株平均2%以上を高配当株と判断した場合、 エネオスの配当利回りは4.8%株主にとって、エネオスの株主還元方針は特に重要と考えます。エネオスの方針としては、株主への利益還元が経営上の重要課題であるとし、中期的な業績の推移及び見通しを反映した利益還元の実施を基本としながら、安定的な配当の継続に努めるとしています。 今年度を最終年度とする中期経営計画の期間では、配当は現状を下回らない配当水準とし、増加減成功は3か年累計在庫影響を除き、当期純利益の50%以上としています。つまり、在庫評価によって利益が変動する部分は除いての、実力ベースでの当期純利益の半分は、配当と自社株買いで株主に還元しますよ。 ということです。次に PER、株価収益率です。株価が1株当たり利益の何倍になっているかの指標です。コロナ前5年間の日本株平均16.6倍以下を割安と判断します。ENEOS は4.2倍、割安の水準です。次に PBR、株価純資産倍率です。株価が1株当たり純資産の何倍になっているかの指標です。 今回はコロナ前5年間の日本株平均1.25倍以上を株式市場が乗れん、ブランド価値を高く評価している有料企業と判断します。エネオスは0.45倍です。続いて売上成長率です。直近5年間で年何複利で売上が伸びているか、4%以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します。エネオスは 続いて営業利益率です直近の年間決算の実績で売上に対して営業利益は何だったか7.2%以上であれば日本株の平均以上と判断します ENEOS は7.2%です2022年3月期は石油製品の製品供給体制の再構築に伴う 前年度の一過性損失の反転や資源価格高騰に伴う上流事業及びタイムラグによる白油輸出マージンの量化先端素材の販売好調などによる増益で過去最高益でした平均的な営業利益率は3%ほどです次に営業利益の成長率です直近5年間で、 年何福利で営業利益が伸びているか。4%以上であれば、全世界経済の平均より伸びていると判断します。エネオスは23.7%。続いて生産性です。従業員1人当たりの営業利益はいくらだったか。300万円以上であれば、日本株の平均以上と判断します。エネオスは1877万円。 平均的な一人当たりの営業利益は1000万円ほどですが、こちらも年によって利益の変動幅が大きいので、このようなグラフ推移に。最後に ROE、自己資本利益率です。企業が持っている純資産をどれくらい上手に使って利益を上げているか、企業の所有者である株主にとって利回りに当たる指標です。10.6%以上を 日本株の平均以上と判断します。エネオスの ROE もデコボコしているのがわかります。こちらも利益の変動によってこのようなグラフの形に。続いて、エネオスのチャート分析に移ります。直近3ヶ月の株価は下落傾向。現在は青の長期戦が一番上、その次に赤の中期線 一番下が緑の短期線になっており完全な下落傾向ですでは長期はというと2010年からの10年以上の長期のチャートで見ると400円から600円くらいが平均的な株価です原油価格の動向で一時的に株価が高騰することはあれど基本的には横ばいが続いていますここまでを一旦まとめると ENEOS は 直近の株価はジグザグしていますが、下落傾向です。青の長期戦が一番上、その次に赤の中期戦、一番下が緑の短期戦になっており、完全な下落傾向になっています。長期的には400円から600円くらいが平均的な株価です。原油価格の動向で一時的に株価が高騰することはあれど、基本的には横ばいが続いています。 BER 的には今でも割安水準ですが過去の株価位置から考えると400円付近まで待ちたいところ安く買って配当をもらいながら長く持ち続ける企業と考えますということでエネオスの株価予想ですウェルの個人的な株価予想は456円から428円まで下がると予想しますごめんなさい そして最後に大事なお知らせがあります。あと9日後の12月14日、水曜日19時に、白坂学長が新プロジェクトをメルマガ読者さん限定で発表させていただきます。もし内容に興味があるということであれば、ぜひ今のうちに概要欄より学長のメルマガ登録をしておいてください。よろしくお願いいたします。最後まで動画をご視聴いただき感謝しています。いつも本当に。 ありがとうございます。ごを